オスカー・ゼータ・アコスタ・フィエロ、英語、オスカー・ゼータ・アコスタ・フィエロ、1935年4月8日から1974年5月27日思想、は、メキシコ系アメリカ人の弁護士、政治家、小説家。小説、ブラウン・バッファローの自助伝、ゴキブリ人間の反乱などで知られ、アメリカの作家ハンター、エストンプソンとの親交も深かった。ンプソンは、小説、 ラスベガスの恐怖と怒りの中で彼をサモアの重人弁護士、コンゾ博士として登場させている。アコスタは1974年にメキシコを旅行中に失踪し死亡したと推定されている。テキサス州エルパソでメキシコ出身のマニュエルとエルパソ出身のファニータ、アコスタの間に生まれた。彼は3番目に生まれたが2番目に幼少期を過ごした。アコスタには 1934年に生まれたロベルトという兄がいた。一家がカリフォルニアに移ってからは、子供たちはモデスト近郊のサンホアキンバレーのリバーバンクという町で育った。第二次世界大戦中、アコスタの父親は徴兵された。高校卒業後にアメリカ空軍に入隊した。除隊後、モデストジュニアカレッジに入学。その後、 サンフランシスコ州立大学に進学し、クリエイティブライティングを学んだ。その後、サンフランシスコロースクールの夜間クラスに通い、1966年に州の司法試験に合格した。1967年、アコスタは地元のイースト・オークランドリーガルエードソサイティで反貧困弁護士として働き始めた。1972年、アコスタは初の小説、 オートバイオグラフィー・オブ・エイ・ブラウン・バッファローを出版した。この小説は、社会から阻害された人々の権利のために戦う、弁護士を描いたものである。1973年には、1970年のチカーのモラトリアムをフィクションとして描いた、ザリボルト・オブ・ザ・コック・ローチ・ピープルを出版し、ロサンゼルスタイムズ誌のコラムニスト、ルーベン・サラサールの誌を描いている。 1974年5月、アコスタはメキシコのシナロア州マサトラムを旅行中に失踪した。失踪前に息子と電話で話していた。ありがとうございます。